カシアス公爵、ルイス・アルベス・デ・リマエ・シルバは、ブラジル帝国の軍人、王党派政治家。仲裁者や、鉄公爵と、あだなされる。父のフランシスコ・デ・リマエ・シルバや、叔父のジョゼ・ジョアキン・デ・リマエ・シルバと、同じく軍人の道を歩み、1823年には、若い士官として、ブラジル独立戦争でポルトガルと戦い、続くシスプラティーナ戦争では、南部のシスプラチナ州で、 分離主義者と3年間戦った。1831年の皇帝ペドロ一世に対する抗議では、父とおじがペドロ一世を批判したのに対し、カシアスはペドロ一世を支持した。その後、ペドロ一世はわずか5歳の息子ペドロ二世に上位、したが、カシアスはペドロ二世に堅実と馬術を教え、ペドロ二世への信頼を得た。ペドロ二世の幼少期、 ブラジルを統治した摂政たちは無数の反乱に直面した。今度も反乱軍に同情的な父などの親族と違い、1839年から1845年まで王統派の軍勢を率いて、バラヤダ、1842年自由主義反乱、ファラーポス戦争を次々と鎮圧した。1851年、カシアスはブラジル軍を率いて、 ラプラタ戦争でアルゼンチン連合に勝利した。そのおよそ10年後にはパラグアイ戦争で元帥としてブラジル軍を勝利に導いた。カシアスは法相としてブラジル貴族に助された。彼は1841年に男爵1845年に白爵1852年に公爵そして1869年には公爵に除され、 ペドロ2世が統治した58年間において、ブラジルの公爵に除された唯一の人物になった。1840年代初期、カシアスは半導党に加入、1846年に上院議員に当選した。半導党はその後、秩序党、ついで保守党に改名された。ペドロ2世は1856年にカシアスを閣僚評議会議長に任命した。 カシアスは1861年に再び首相に短期間就任したが、保守党が議会で少数派に陥ったことで首相の位を割れた。その後の数十年にわたり、カシアスは保守党の台頭と頂点、そして内部分裂による衰退を経歴した。1875年には3度首相に就任した。カシアスは健康の悪化により1880年5月に死去した。 死後、特に帝政が崩壊した後、カシアスの名声はエルバル公爵のそれより低かった。その後は再評価が進み、1925年にはカシアスの誕生日がブラジル軍を記念する兵士の日に指定された。1962年3月13日にはカシアスがブラジル軍の伝統の代表者として軍の保護者と定められた。歴史家はカシアスを評価し、 一部はブラジル軍で最高の軍人という評価を下した。カシアスの父フランシスコ・デリマエ・シルバ、1850年頃。ルイス・アルベス・デリマエ・シルバは1803年8月25日にポルトガル領ブラジルのリオデジャネーロ総督領のサンパウロの王城で生まれた。彼は10人兄弟の上から2番目、長男であった。父はフランシスコ・デリマエ・シルバー、 母は、マリアナ・カンディド・デ・オリベエラ・ベロだった。名付け親は、父方の祖父ジョゼ・ジョアキン・デルマダ・シルバと母方の祖母アナ、キテリア・ジョアキナだった。幼少期は、母方の祖父、ルイス・アルベスで、フレータスが所有するサンパウロ農場で過ごした。教育については、当時一般的に行われるように家で受けた、可能性があり、祖母のアナキテリアから、読み書きの教育を受けた可能性がある。 祖父のジョゼ・ジョアキンはポルトガルの軍人で1767年にブラジルに移住した。彼はブラジルとリオデジャネイロ総督領の首都リオデジャネイロ市に居住した。彼は貴族でも貴族の末裔でもなく出世が引き立てや家族間の間柄に頼っている情勢において講演者に書いた。いずれにしても彼はブラジルの南部国境でスペイン人と戦ったことで 現地に影響力を有する家族の女性と結婚して、リオデジャネイロに上流社会に入ることに成功した。1808年にポルトガル王家がリオデジャネイロに到着したことで、リマ家の運命ががらりと変わった。国王ジョアン6世は一連の征服戦争を起こし、北のフランス領ギアナと南のシスプラチナを併合して、ブラジルの領土を拡大した。1818 18年までに、 ルイス・アルベスの親族で戦争に参戦した軍人は、すべて貴族に除された。祖父のジョゼ・ジョアキンは、キリスト騎士団の一員になり、王家の騎士貴族に除された。父のフランシスコ・デリマやおじも、栄転を受けた。リマ家は二代で平民から、称号なしの貴族に昇格したのであった。1808年5月22日、ルイス・アルベスは5歳で、 第一、リオデジャネーロ副表連隊の士官候補生として、兵籍に入った。兵籍に入れたことについて、歴史家のアドリアナ・バリエートで総座は、これは、彼が子供の時から従軍したとは意味しなかった。彼の連隊との関連は、儀礼的なものであり、軍人の息子としての特典である、という見解を述べた。この連隊には、彼の父や祖父など、 リマ家の多くの人物が従軍したため、非公式にリマ連隊と呼ばれた。1811年、ルイス・アルベスは、両親と共に、祖父母の農場からリオデジャネイロに移住、聖女アキン学校に入学した。1818 18年5月4日、王立軍事アカデミーに入学した。家庭は7年間にわたり、皇兵と公兵は7年間の授業をすべて受ける、必要があったが、 不評が必ず受けなければならないのは1年目と5年目のみだった。ルイス・アルベスは1818 18年に1年目の授業を、1819年に5年目の授業を受けた。それ以外の授業は受けなくてもよかったが、彼は1820年に2年目の授業を、1821年に3年目の授業を受けた。彼が王立軍事アカデミーで受けた授業は、 算数、大数学、幾何学から、軍事戦術、軍事戦略、野営、戦役における、追記術、地形偵察と多岐にわたった。彼は1818 18年10月12日に、陸軍少尉に、1820年11月4日に、陸軍中尉に昇進した。ルイス・アルベスは、教養のある学生だったが、新入生へのいじめで、よく叱責された。彼は、 時間が経つとともに、分別のある人に成長し、やがて同級生から、責任感のある誠実な人と評価されるようになった。彼の姿は、一般人のそれであり、顔は丸く、髪と目は茶色で、中世であった。ルイス・アルベスの姿は平凡だったが、その振る舞いは非凡であった。歴史家のトマス・ウィガムによると、ルイス・アルベスは、若い頃に命令を下すコツを心得た。 彼はシミ一つない服を着て、その言葉遣いは穏やかで礼儀正しく、そして円滑に自生している。沈着冷静で権威を放出しているようだという。本来ならば、ルイス・アルベスは1822年3月より、王立軍事アカデミーの4年目の授業を受ける予定だったが、彼は1821年12月に退学して大、一ウサルド大隊に従軍した。 国王ジョアン6世の息子で王太子だったペドロが1822年9月7日にポルトガルとの戦いを起こした。これが後にブラジル独立につながる闘争となった。王太子ペドロは10月12日に初代ブラジル皇帝ペドロ一世として頑固で迎えられた。ポルトガルを支持したブラジル人とポルトガル人の軍勢はペドロの即位を受け入れずブラジル各地で戦闘が勃発した。 1823年1月18日、ペドロ一世は皇帝大隊というエリスグリのエリート不評隊を設立した。大隊の指揮官は、ルイス・アルベスのおじのジョゼ・ジョア・キンデ・リマエ・シルバ大佐であり、ルイス・アルベスも副官として大隊に加入した。1月28日、皇帝大隊は、ブラジル北東部のバイイア州に派遣され、他の部隊と共に、 フランス出身のピエール・ラバットの指揮下に置かれた。ブラジル帝国軍は当時ポルトガルに占領されていたバイイア州の首都サルバドールを包囲した。包囲の最中、ルイス・アルベスは少なくともポルトガルの陣地に対する攻撃に3回参加し、いずれも成功した。うち3月28日の戦闘ではポルトガルの遠平号への突撃を引いた。バイイア戦役の最中、 階級の高い士官がラバトゥに反乱を起こし、ラバトゥは捕虜にされ、リオデジャネイロに送還された。ルイス・アルベスが陰謀に加担した可能性は低いが、おじのジョアキンデリマは、ほぼ確実に陰謀に加担しており、士官たちよりラバトゥの公認に選ばれた。戦役は再開したが、ポルトガル軍は、サルバドールから撤退して本国に戻った。7月2日、ブラジル軍は、 サルバドールに入場した。皇帝大隊は、リオデジャネイロに戻り、ルイス・アルベスは1824年1月22日に、大尉に昇進した。カシアスの婚約者だった可能性がある、イスパのアメリカ人、マリア・アンジェラ・フリオル・ゴンサレス・スルナ。最後に降伏したポルトガル中流軍は当時、ブラジル最南部の州であったシスプラチナ州の首都、モンテビデオの中流軍だった。 1825年、シスプラチナ州の分離主義者が反乱を起こし、リオデラ・プラタ連合州は、シスプラチナの併合を起とした。ブラジルが戦線復告し、シスプラティーナ戦争が勃発した。ルイス・アルベスが所属した皇帝大隊は当時反乱軍に包囲されていたモンテビデオの守備に派遣された。彼は1827年中に反乱軍とたびたび戦った。 戦争は1828年にブラジルがシスプラチナを放棄するという壊滅的な結果に終わり、シスプラチナはウルグアイとして独立した。ルイス・アルベスは1828年12月2日に、少佐に昇進、1829年初に皇帝大隊の副司令官に任命された。彼はモンテビデオ滞在中に、 マリア・アンジェラ・フリオル・ゴンサレ・スルナという女性に出会ったが、二人が婚約した可能性がある。リオデジャネイロに戻ると、皇帝ペドロ一世の立場が悪化しているという情勢に直面した。やがて、ペドロ一世への反対が1831年4月6日のリオデジャネイロ商業地区にあるカンポデ・サンタナでの大規模な抗議につながった。 ルイス・アルベスの父や叔父たち率いる部隊などが抗議に加入すると情勢がさらに険悪になった。皇帝はルイス・アルベスを皇帝大隊の指揮官に任命することを検討した。彼はルイス・アルベスにどの立場を取るかを問うた。歴史家のフランシスコ・ドラティオとによるとルイス・アルベスは父の愛と皇帝への義務の間は後者を選ぶと答えたという。ペドロ一世は 彼の忠誠に感謝したが、彼に皇帝大隊を率いてカンポデサンタナに向かい、反乱者に加入することを命じた。ペドロ一世は流血よりも大位を選んだのだった。数十年後、ルイス・アルベスはブラジル上院でこう述べた。私は的確な命令に専念して皇帝大隊と共にカンポデサンタナに向かった。私は革命家ではない。 私は、大意を尊重する。私は、それがブラジルにとって利益になると判断したが、直接的にも、間接的にもそれに同意しなかった。カシアスの妻アナルイサデロレとカルネーロビアナの幼少期、兄弟姉妹と共に皇帝に即位した、ペドロ2世がわずか5歳だったため、彼が青年して、自分で、統治できる能力を有するまで、ルイスアルベスの父を含む3人の殺傷が、 選出された。殺傷に実質的な権威がなかったため、結果的にはブラジルが反乱やクーデターの試みが頻発した混乱の9年間に陥った。歴史家の C.H. ハーリングによると、ブラジル軍は4月革命で演じた模範的からほど遠かった役割で指揮をくじかれ、先導家の手近かな道具に化してしまい、暴動の原因になることも多かった政府は、 常備軍の規模を大きく縮小させ、新しく設立された国民衛兵という民兵隊に実質的に取って代わられた。1831年7月、指揮する部隊がないルイス・アルベスや他の士官は、志願兵士士官大隊に兵士として参加した。ルイス・アルベスは、大隊の副士官として、10月7日にイリア・ダスコ・ブラスで海軍砲兵の反乱を鎮圧した。 一年後の1832年10月18日、永久地方衛兵部隊、すなわち、リオデジャネイロ市警察の指揮官に就任した。1833年1月6日、29歳のルイス・アルベスは、友人の士官の妹で、リオデジャネイロの貴族家系出身のアナルイサデロレと、カルネイロビアナと結婚した。 アナルイサの母は、ルイス・アルベスの家系を成り上がりとして見ていたため、結婚に反対した。リマ家の性的と関連を持った新聞はこれを利用して、ルイス・アルベスに、アナルイサを誘拐したなどの重大ながら事実無根の疑いをかけた。このような悪口もあったが、夫婦仲は良好で、三人の子女を設けた、1833年生まれの、ルイサ・デロレト・ビアナ・デリマ、 1836年生まれのアナデロレトビアナデリマ、そして1847年生まれのルイス・アルベスでリマエ・シルバ。1830年代末、ルイス・アルベスはペドロ2世に剣術と馬術を教える教師に任命された。二人が接近したのは職務によるものだったが、二人の友情は長続きした。ペドロ2世は後にルイス・アルベスを中世であり、 我が友としてみたと述べた。歴史家のエートルリラによると、ルイス・アルベスは数少ない、真摯で心からの王党派、王と王朝の友であった。彼が自身の力を用いたのは統一した強いブラジルのためだけでなく、尊敬するにふさわしい君主のためでもあった。38歳当時のカシアス男爵・ダンシャク、1841年、ゴロ。 ルイス・アルベスは1837年9月12日に中佐に昇進した。彼は永久地方衛兵部隊の指揮官として警察長官エウゼビオデ・ケイロスと共にリオデジャネイロに秩序をもたらした。ケイロスは1837年に与党になった半導党に所属しており、閣僚で半導党の指導者の一人であるベルナルド・ペレーラでバスコンセロスはルイス・アルベスに 半導党に入党させようとした。ルイス・アルベスが1839年12月2日に大佐に昇進した後、半導党は彼をマラニョン州に派遣してバラヤダと呼ばれる反乱を鎮圧させた。彼はマラニョン州のプレジデンテとコマンダンテダス・アルマスに任命された。これにより彼は同州の国民衛兵と軍を掌握した。 ルイス・アルベスは1840年2月4日にマラニョン州の主夫さんルイスに到着した。彼は数回の戦闘や小ゼリアを経て反乱軍を撃破した。この功績によりルイス・アルベスは1841年7月18日に巡将に昇進、ペドロ2世は彼をカシアス男爵に除した。ルイス・アルベスには爵位の称号を選ぶという めったに与えられない権利を得た。彼は反乱軍に占領されたマラニョン州で2番目に裕福な都市カシアスを再占領したことを記念してカシアスを爵位の称号とした。彼の父フランシスコ・デリマは彼に手紙を書き自由派がペドロ2世の青年宣言をすぐに行うよう要求したことを知らせた。一方、オノリオエルメト・カルネーロ・レオンは カシアス男爵に手紙を書き、カシアス男爵の父の男爵に対する影響力を低減させようとし、ペドロ二世の青年宣言という憲法に反する提案を支持しないよう説得した。サバラ。1842年自由主義反乱において、カシアス男爵が攻め込んだミナス・ジェライス州の都市、マラニオン州から戻ってくると政治情勢が一変していた。 フランシスコ・デリマの自由党が1840年7月23日に、ペドロ2世の成人宣言を押し通したのであった。しかし、ペドロ2世が反動党の支配した、閣僚を評議会の助言を受けて、自由党が大規模に不正した、前回の選挙の向こうを宣言して、再選挙を命じた。これを受けて、自由党は1842年5月に、リオデジャネイロ州、サンパウロ州、 ミナス・ジェライス州で反乱を起こした。サンパウロ州の副知事と軍事機関に任命されたカシアスは1842年5月21日に同州に到着した。彼は反乱軍を撃破した後、今度はミナス・ジェライス州の軍事機関に任命されてそちらに進軍した。リオデジャネイロ知事、オノリオ・エルメト・カルネイロ・レオン率いる。 国民衛兵が駆けつけたことでカシアスは再び反乱軍に勝利8月末には反乱が完全に鎮圧された1842年7月23日カシアスはペドロー2世よりエイドイコールド艦に上されその2日後には名誉昇進で少々に昇進した反動派は無秩序と見た自由派から距離を置くために1843年頃より 半導党は秩序党と呼ばれるようになり、その党員はサクアレマと呼ばれるようになった。カシアスもだんだんとサクアレマのイデオロギーに同調するようになった。サクアレマのイデオロギーとは自由主義、国の権威の維持、そして大義君主制への支持である。カシアスが1839年にマラニョン州の反乱の鎮圧命令を受けた時はサクアレマへの同調が明らかではなかったが、 1842年に自由主義反乱を鎮圧したことで、秩序党への支持が深まった。43歳頃のカシアス伯爵1846年頃。1835年にリオグランデドスル州で、共和派分離主義者によるファラーポス戦争が勃発した時、カシアスのおじの一人が反乱軍に参加した。父のフランシスコデリマとおそらく、 カシアスのもう一人の叔父も秘密裏に反乱を支持した。1842年9月28日、カシアスはリオグランデドスル州の知事と軍事機関に任命された。当時16歳のペドロ2世はカシアスに父と叔父と違うことを証明する機会を与えた。ペドロ2世は他の革命を終わらせたように、この革命を終わらせよ、と短く直接に命令した。カシアスは、 マラニョン州の反乱鎮圧の時と同じように、有名な詩人で作アレマだったゴンサウベスデ・マガリアンイスを反乱鎮圧に連れていた。カシアスは1839年にリオングランデドスルに短期間滞在して政府軍を視察した。1842年11月に同州に戻った時、反乱軍はすでに長年の戦争で弱体化しており、ゲリラ戦を仕掛けるしかなかった。 反乱軍は政府軍に脅かされると毎度のように国境を越えてウルグアイで避難した。カシアスはマラニョン州、サン、パウロ州、ミナスジェライス州で取った敵軍にスパイを放って情報を集めつつ意見の衝突を引き起こすという策を再び使用した。歴史家のロデリック・ジェイ・バルマンによるとカシアスは現代でいう対反乱作戦に必要な軍事、組織、 政治の才能を示した。1843年発、オノリオエルメト・カルネーロ・レオンが首相に就任した。サクアレマが政権を掌握している間、カシアスの職も安泰だったが、オノリオエルメトは1年後に、ペドロ2世と争いを起こして、他のサクアレマと共に辞任した。自由党が政権を取ったが、カシアスは留任した。ファラポス戦争の鎮圧はそれまでの反乱よりも、 はるかに時間がかかったが、慎重な交渉と軍事上の勝利により、カシアスはリオグランデドスル州に平和をもたらした。戦闘の終結は1845年3月1日に宣言された。カシアスは3月25日に少々に昇進、4月2日に白尺に除された。カシアスは上院選挙に立候補、他の候補者2人に勝利した。 ペトロ2世は1845年末にカシアスをリオグランデドスル州を代表する上院議員に選んだ。カシアスは1846年5月11日に上院議員に就任した。蒸気船ドンアフォンソ。カシアスはドンアフォンソに乗ってブエノスアイレスの港を偵察、攻撃を準備した。攻撃は後に取り消された。数年間野党の座にあった。 秩序党は1848年9月に、ペドロ二世より組閣を命じられた。この作アレマ内閣は、エウゼビオデ・ケイロスなどカシアスと親しい間柄のもので、構成された。この時期のカシアス伯爵は奴隷を所有する裕福な農園主になっており、秩序党の支柱層である土地所有貴族の一員となった。カシアスは裕福な義母の助力を借りて、 初めてコーヒー豆の農園を購入した。1849年にはさらに土地を購入して、自身のプランテーションを拡大した。国債での需要が増大したため、コーヒーがブラジルの最も価値の高い輸出品物になったので、あった。1851年、アルゼンチン連合の独裁者、フアンマヌエルデロサスがブラジルに宣戦線布告した。カシアス伯爵は、 ブラジル陸軍の総指揮官に任命された。ブラジル外相パウリーノ・ソアレス・デ・ソーザは、ブラジル、ウルグアイとアルゼンチンの反乱州の間で、反ロサス同盟を結成した。パウリーノ・ソアレスが、ブラジル代表の人選をカシアスに聞くと、カシアスは、オノリオ・エルメトを推薦した。1844年に失脚した後に、同僚から排斥されたオノリオ・エルメトは、 当時カシアスと最も親しいサクアレマだった。1851年9月、カシアス率いる軍勢がウルグアイに侵入した。同盟軍は二手に分かれた。一つは、ブラジルの一個師団やウルグアイ、アルゼンチン反乱州の軍勢を含む多国籍軍で、もう一つはカシアス率いるブラジル軍のみで構成された部隊であった。カシアスは、オノリオエルメトの意に反して、 マヌエル・マルケス・デ・ソーザを多国籍軍の指揮官に任命した。マルケス・デ・ソーザはファラーポス戦争でカシアスの下で従軍しており、カシアスは1839年のリオグランデドする滞在中に彼と知り合いになった。マルケス・デ・ソーザ率いる多国籍軍はアルゼンチンに侵攻1852年2月3日のカセロスの戦いでロサス率いる軍勢を撃破した。 ロサスはイギリスに逃亡、戦争が終結した。また1月17日にはカシアスが、ジョンパス・コーグレンフェルと共に、フリゲートのドン・アホンソに乗って、ブエノス・アイレスの港を視察、上陸作戦の上陸地点を選んだ。しかし、火星ロスの戦いでの勝利の知らせが届くと、攻撃は取り消された。戦争での功績により、カシアスは3月3日に中将に、昇進。 6月26日に公爵に上された。54歳頃のカシアス、1857年頃、1853年12月、カシアスの父フランシスコ・デリマンが死去した。親子二人はそれまでたびたび衝突し、違う立場を取ってきたが、結果的には、祖父ジョゼ・ジョア・キン・デリマと同じく常に国王に忠実で、法律を尊重したカシアス公爵が勝利した。 自身の権利により上院議員だったフランシスコ・デリマは影響力を失って久しく重要な感触には長らくついていなかった。それでも二人の間の手紙で見られるようにフランシスコ・デリマとカシアス公爵は最後までお互いに敬意を表して接した。しかしカシアス公爵と他の親族の関係は息取りで傷つけられておりカシアスは後に妻に私たちは 社会の最前面に置かれ、あなたの親族と私の親族への嫉妬を引き起こしたと話した。1853年頃より、旧秩女党が保守党として広く知られるようになった。1855年6月14日、カシアス公爵は、オノリをエルメトの内閣に戦争大臣として入閣した。二人は1831年以降親友であり、二人の 深い友情は信頼と意見の共通に基づくものだった。パラナ公爵は議会の与党勢力と保守党の勢力から強く反対されていた。彼は選挙制度の不備を正してすべての政党に議会における代表を送る合理的な機会を与えるという口実で内閣が弾圧という着を用いて選挙に介入できるようにする選挙制度改革を議会に通そうとした。 サクアレマは、この改革の脅威を認識していた。すなわち、立法機関を弱体化して、行政機関を強化することで、保守党を密かに傷つけることができた。支持基盤を拡大すべく、パラナは、サクアレマとの関係が少ないか全くない政治家を、閣僚に任命した。カシアス自身はサクアレマだったが、歴史家のジェフリー・ニーデルによると、カシアスは、何よりも軍人であった。 帝国への個人的な忠義が最優先である。多くの人々と同じく、彼は中小概念としての国王、並びにドンペドロ自身への忠義を感じた。ニーデルによると、彼は国王に心から忠義を感じた人として、それほど政治家的ではなかった。彼は保守党と一体感を抱くようになった。そのため、パラナ・ワカシアスを任命して、 伝統的な保守派をなだめつつ、パラナのより独立した政治立場に危害を来さないようにした。つまり、カシアスはすべての政党が同意できる閣僚の人選である。58歳頃のカシアス、1861年頃、パラナはレイドスシクロスと呼ばれる選挙改革を通すことに成功した。大方の予想、そして恐れた通り、遠方は、 ブラジル閣僚評議会議長の選挙に介入する権限を増大させた。しかし、パラナは急病にかかり、1856年9月3日に休止した。カシアスが公認の首相に就任したが、改革後の選挙制度で選出され、任期が1857年に始まる議会を受け入れたくなかったため1857年5月4日に総辞職した。 遠法とそれに関する物議は保守党を二分させた。超保守派のサクアレマ、そして中道保守派である。当時、サクアレマはベルメイロス、またはプリタノスと呼ばれ、エウゼビオデケイロス、ウルグアイ死者ク、イタボライ死者クが指導者になっていた。一方、中道保守派は選挙制度改革のおかげで当選できたより若い、政治家で構成された。 中道保守派は、名目上で保守であるに過ぎず、サクアレマの理念も、その指導者も支持しなかった。1857年以降、超保守派と中道保守派の主導権争いにより、内閣が会員で多数からの支持を確保できずに倒れる、事件が頻発した。ペドロ2世は1861年3月2日に、カシアスを首相に任命した。カシアスは、 ラプラタ戦争中、パラナの秘書を務めた時に、閣僚の中には、ラプラタ戦争中に、ジョゼマリア・ダシルバ・パラーニョスと知り合いになり、この時に彼を入閣させた。カシアスは、サクアレマの指導者からの指示を確保しようとした。しかし、サクアレマの指導者はカシアスを飾り物の首相にして、彼ら自身の目的を果たそうとした。これに関して、カシアスは、パラーニョスに向けて、 彼らの異様な行動について、あなたの祝いとしたことが分かった。彼らは、要請を受けた国の統治を望まず、政府の統治を欲した。彼らは私を完全に誤解した。私は彼らの暴馬になるつもりなどないとコメントした。結局、カシアス内閣も、会員での過半数支持を失い、1862年5月24日に、総辞職した。ペドロ二世は、 中道保守派と自由派が合流した新党の進歩連盟に組閣を命じた。そのわずか1ヶ月後、カシアスの息子が一人14歳で死去した。また1862年12月2日には名誉昇進ながらブラジル軍の最高位にある元帥に昇進した。ペドロ2世と二人の軍事副官。うち中央にいるのがカシアスである。この軍事パレードはパラグアイ戦争初期。 ウルグアイアナ包囲戦の最中に行われたとされる。1864年12月、パラグアイの独裁者、フランシスコ・ソーラーノ・ロッペスは、ブラジルのウルグアイへの軍事介入に乗じて、パラグアイを地域大国の地位につかせようとした。パラグアイ陸軍は、ブラジルのマトグロス州に侵攻。パラグアイ戦争が勃発した。その4ヶ月後、パラグアイ軍がアルゼンチンに侵攻。 リオグランデドする州への進行を準備した。当時、リオグランデドするの情勢は混乱を極め、現地の軍事機関はパラグアイ軍に有効な手段を取れなかった。危機に気づいた、ペドロ2世は自ら前線に向かっててこ入れした。カシアスもペドロ2世の副官として、それに従った。カシアス公爵はすでに進歩連盟の内閣に対し、 ブラジルはウルグアイへの介入の準備が整っておらず、外国からの侵攻の準備にはさらに準備していないと警告したが、警告は無視された。カシアスは友人でパラナ内閣の閣僚だったコテジペ断クに対し、私は今なされている誤りで狂いそうになっている。しかし、我が国では何でも進歩なので、私が赤であるという理由で耳を貸されないとこぼした。 ペドロ2世一行は1865年7月にリオグランデドスルの州都ポルトアレグレに到着した。一行はそこから内陸に進み、9月にウルグアイアナに到着した。ウルグアイアナはブラジル領だったが、パラグアイ軍に占領され、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイの連合軍によって包囲されていた。パラグアイ軍は、さらなる流血を避けて降伏。ペドロ2世やカシアス一行は、 リオデジャネイロに戻った。1866年頃のカシアス、パラグアイにて、他の肖像画と違い、簡素な軍服を着ている。同盟軍は1866年4月に侵攻した。最初は成功したが、陸路では、生まれた要塞に、水路では、パラグアイ側に止められた。シンポ連盟内閣は、パラグアイのブラジル軍の指揮官を選ぼうとした。 1>, 1月13日に元帥になった63歳のカシアスに蜂が回り、内閣は1866年10月13日にカシアスを任命した。カシアスは妻に対し任命を受け入れた理由は、戦争が皇帝から最も不幸な奴隷までほぼ全員に届いた邪悪であることを述べた。カシアスは11月18日にパラグアイに到着。 戦争中の陸海軍総指揮官に就任した。彼はまず政府に、ジョアキン・マルケス・リスボンを解任させ、保守派のジョアキン・ジョゼ・イナシオ海軍中将を、海軍の指揮官に任命した。1866年10月から1867年7月、カシアスは、すべての構成を停止して兵士に訓練を積ませ、新しい銃器を装備、士官の質を上げ、部隊の衛生を改善して、 薬病を収束させた。パラグアイ戦争に参加したアルフレド・デスクラニョーレ、トゲーは後にカシアスは、寛大な指揮官であり、小さなミスを許すが、重大な悪行を行ったか、彼の信任を裏切った者には容赦ないと実会した。ブラジル軍が戦闘の準備を整えると、カシアスはうまい他を包囲して、降伏を迫ろうとした。敵の戦列の情報を得るために観測気球まで、使用した。 ブラジル・アルゼンチン・ウルグアイ連合軍はパラグアイを、進軍してウマイタを、包囲、11月2日にはウマイタが、パラグアイ軍の増援から切断された。1868年2月19日、ブラジルの総交艦は猛烈な砲火の下、と、下に成功、パラグアイ側を完全に支配した。これにより、ウマイタは、水路からの補給も断たれた。ブラジル軍を率いるカシアス。 同盟軍の総指揮官に就任したカシアス公爵と与党の進歩連盟の関係悪化が続き、やがて政治危機に発展して内閣が倒れた。1868年7月16日、ペドロ2世はイタボライ率いる保守派に組閣を命じ、一方進歩連盟は自由党として再出発を図った。戦争の方ではロペスが生まれた要塞からの全軍撤退に成功した後、 同盟軍が7月25日に馬板を占領した。カシアス公爵は優勢に乗じて、ロペスがパラグアイ首都アスンシオンの南のピキシリ川沿いで築いた新しい防御陣地への攻撃を仕掛けた。ピキシリ川が強固な防御陣地となっており、両側をパラグアイ側とチャコ地域の沼地の多い森で守られているため、カシアスはロペスの防御船への正面攻撃をせず、 チャコ地域を通る道路を築き、12月初に完成した。これにより、同盟軍は、パラグアイ軍の防御線を迂回して後ろから攻撃することができた。続く12月には、同盟軍が、イトロロの戦い、アバイヌ戦い、ロマス・バレンティナスの戦いで連勝して、パラグアイ軍を殲滅した。この出来事は後に、デッセンブラダと呼ばれるになった。ロペスは、わずかな手勢を連れて逃亡。 ブラジル軍は1869年1月1日にアスンシオンを占領した。歴史家のロナウド・バインファスによるとカシアスの同盟軍を超える実績は疑いもなく敵に対する最終的な勝利に貢献した。カシアス公爵はこれらの戦闘にあたって大きなリスクを背負っていた。例えば12月5日のイトロロの戦いにおいて同盟軍の目的は イトロロ川にかかっている橋の占領であったが、橋を渡る試みは、数度にわたって、パラグアイ軍からの激しい砲火で撃退された。最後の試みにおいて、ブラジル軍は強行して逃げ始めたが、カシアスは乗馬して、剣を抜き、そのまま軍を引いて、橋へ突撃した。彼は逃げる部隊をかいくぐって、皇帝万歳、ブラジル万歳、そして、チンナル、ブラジル人よ。 我に続け、と叫びながら前進した。彼が勇気を示したことで、ブラジル兵士が撤退をやめて、再び集結して攻撃を仕掛けた。カシアス自ら率いる攻撃で、ブラジル軍は今度こそ、パラグアイ軍の陣地を占領したのであった。この戦闘において、カシアスと並んで前進した数人が戦死、カシアスが乗った軍馬も死んだ。 バラ勲章の首飾りをつけている66歳頃のカシアス、1869年頃、アスンシオンまで着いた頃、カシアスは年老いており、病気を患っていた。カシアスにはロペスをパラグアイの後輩地まで追う気力が残っておらず、彼は自身の解任か短期間の休暇を求めた。解任も休暇も拒否されたが、カシアスは臨時指揮官を任命すると、 1869年1月19日にブラジルへ帰国した。ペドロ2世はカシアス公爵が許可なく職務放棄したこと、戦争がすでに勝利に終わったことを宣言したことに怒りを感じた。というのもロペスは捕獲されたわけではなく、残り少ないながらも自軍を再集結させていったからであった。ロペスの脅威を完全に取り除くという目的はすでに 成功に近かったが、カシアスの行動はそれまでの成果を不意にする恐れがあった。2月初、カシアス公爵は予告なしでリオデジャネイロの自宅に戻り、妻を驚かした。イニャウマ爵も直後に自宅に戻ったが、彼の健康はすでに悪化しており、3月に病死した。イニャウマの死を知ると、カシアスは、もし私が、 あの地獄から出ることを決めなかったら、私にも同じことが起こったのであろうと述べた。ペトロ2世はカシアスに大きく失望したが、同時にカシアス公爵が勝利の功労者であることには気づいていた。この功績はカシアス公爵の長年の犠牲とその勇敢さによるものだった。ペトロ2世は1869年2月21日にカシアスを サンクリストバン宮殿に呼びつけ、二人は和解した。3月23日、ペドロ二世はカシアスに、ペドロ一世勲章を授与、同時に公爵に助した。カシアスは、ペドロ二世が統治した58年間において、ブラジルの公爵に助された唯一の人物であり、歴史家のエートルリラによると、公爵に助されたことは、カシアスに無限の名声を与えた。また、それ以降、 ブラジルで、公爵といえば、彼のことである。それは、イギリスのジョージ四世時代、公爵といえば、ウェリントンを指すのと同じである。1870年10月には、国務委員会の委員に任命された。しかし、カシアスへの攻撃や疑いが止むことはなく、苦い思いをした、カシアス公爵は、友人のエルバル公爵に手紙を書き、我が友人よ。私が若かった頃、 年寄りが身勝手な理由を説明できなかった。しかし、こうして年をいると、私はその理由が年寄りのそれまで受けた失望と、暴音であることを理解した。少なくとも、これは私自身に起きたことだと述べた。七十一歳のカシアス公爵、千八百七十五年。千八百七十年に、リオブランコ爵に除されたパラーニオスは、千八百七十一年から千八百七十五年まで。 首相を務めた。リオブライコ内閣は二度の危機で存続が危ぶまれ、王権の基礎さえも揺るがされた。一度目はカシアスも支持した1871年のリオブランコ法についてである。リオブランコ法は成立後に生まれた奴隷女性の子供が解放されることを定める法律である。この法案により保守党は支持と反対に二分された。反対者には保守党の政治、社会、 経済における支持基盤となっているコーヒー農園の大地主が含まれている。二度目の危機とは宗教問題のことであり、二人の司教が平修道士の内フリー名ン加入者を追放したことで政府と対立した事件であった。政府は追放取り消しを命じたが、司教たちが拒否したため起訴され、投獄されたことで事件がエスカレートしていった。カトリックが国教だったため、 皇帝は教皇からの目標を得て、教会を支配した。すなわち、皇帝は、聖職者への賃金支払い、司教の推薦と任命、教皇直所の批准、神学校の監督など、大きな権力を有していた。事件の処理に激怒したリオブランコ内閣は、総辞職、歴史家ロデリック・ジェイバルマンは、リオブランコ内閣が4年間の任期を経て、 分裂して疲れ果てたと述べた。ペドロ2世はカシアス公爵に疎格を命じた。カシアス公爵は後にこの時の皇帝液見について、十回した、私が皇帝から召喚を受けて馬車に入ってサンクリスト版に向かおうとした時、私は確か受諾しないことを決めていました。しかし、彼は私を見るや抱擁してきて、首相の職を受諾しなければ返さないと言いました。 さらに、私が拒否した場合、彼は自由党を召喚して、私が結果への責任を持つと話して回ると言いました。これを言っていった時も抱きついたままでした。私は、私の状況、年齢、虚弱さを指摘したが、彼は同意しませんでした。解放されるためには振りほどくべきだったのですが、それは私にはできないことだった。 彼が望むのならば受諾するが、私は仕事と労苦によって死に、故に首相を長く務めることはなく、彼は後悔するでしょうと言いました。しかし、彼は何も聞かず、私は私のできることだけをすべきであると述べた。さらに、私が彼を見捨てた場合、彼も私たちを見捨てて去るので、それをしてはいけないとも述べた。1874年に妻が死去して過去になった。 カシアス公爵は、首相就任時には72歳近く、健康も害しており、1875年6月25日に成立した内閣では、飾り物の首相にしかなれなかった。実質的な首相はコテジペだった。カシアスコテジペ内閣は、リオブランコ内閣が作り出した不和を緩和しようとして、コーヒー農場を主に資金援助を与え、起訴された司教に恩赦を与え、 さらに奴隷制度を支持する保守派をなだめるために内閣改造と選挙を約束した。カシアス公爵はフリーメイソンでありながらカトリック信仰が扱ったが彼はペドロ二世が恩赦を与えなければ辞任すると脅し、ペドロ二世は嫌々ながら1875年9月に恩赦を与えた。74歳頃のカシアス公爵、1877年頃。この間にも カシアス公爵の健康は悪化を続け、1876年初より、たびたび辞任を申し出ていた。カシアス公爵は健康問題だけでなく、孤立も感じており、すでに政治に関係のある役割を演じることができなくなった。彼は皇帝が国の求心力を保つために必要であると考える、旧世代の一人である。1877年末、ペドロ二世は、 カシアス公爵と面会、彼がもはや首相の職に泊まれないことを確かめた。内閣は1878年1月1日に総辞職した。政治を主導するようになった新しい政治家は1840年にペドロ2世が申請する前の時代を記憶しているものが少なかった。以前の世代と違い、摂政期やペドロ2世の治世前期といった内外の 危機の時代を経験したことがなく、安定した統治と繁栄しか経験したことがなかった。この若い政治家の世代は、皇帝が国をまとめ上げるという有益な力をとしてみていない。時代の移り変わりは早く、カシアスもそれに気づいていた。彼は、今や死去していたかつての保守党の同僚たちと過ごした時間を懐かしむようになり、政治の見通しにも悲観的だった。 1830年代より政治家としての生涯を始めた保守党指導者でほぼ最後まで生きたイタボライが1872年に死去するとカシアス公爵は友人に手紙を書き誰が彼の代わりになるのか私は知りません私には見えない彼が残した真空は満たされないでしょうそれはエウゼビオパラナウルグアイマヌエル・フェリサルドなど 1831年4月7日に崩壊したか、ほぼ崩壊した。この小さな境界を維持した者たちも同じであると述べた。車椅子頼りの生活を過ごすようになったカシアス公爵は晩年をリオデジャネイロ近郊のバレンサ近くのサンタモニカ農場で過ごした。1880年5月7日の午後11時、彼は家族に見取られて静かに死去した。 カシアスの闘病生活中に数度訪れた、ペドロ二世はこの半世紀近くの友について、1832年より彼を知り、尊敬してきた。彼は76歳、ほぼ77歳近くだった。そして我らがこの世界に残された。と十回した。カシアスは遺言で簡素な葬式を望んだ。彼は、華麗な葬式も、他人の正体も望まず、 貧困の良い兵士6人が彼の棺桶を持つことのみ、所望したが、この遺言は果たされなかった。ペドロ2世は、王族の葬式でのみ使われるキャリッジとその後を歩く、皇帝家のメ使い16人、5長一人を送り、カシアスの棺桶を持つ貧困の良い兵士の人数も6人では、なく13人だった。カシアスの葬式は、ペドロ2世も出席するなど長い行列をなし、 カシアスの遺体は、リオデジャネイロ市のサンフランシスコデパウラ墓地に埋葬された。カシアス公爵の記念像、サンパウロ市にて、2009年撮影。1880年に死去してから1920年代まで、カシアス公爵は、ブラジル市における最も重要な軍人とはみなされず、エルバル公爵がそうみなされた。カシアス公爵は、エルバルと比べて、 脇役的な位置に収まった。カシアス公爵の名声は徐々に高まり、1923年には陸軍大臣がカシアス公爵の記念日を制定した。1925年、カシアス公爵の誕生日がブラジル陸軍を記念する公式の兵士の日になった。1949年8月25日にはカシアス公爵夫婦が リオデジャネイロのカシアス公爵霊病に改装された。1962年3月13日、カシアス公爵は、ブラジル軍のパトロノに定められた。アドリアナ・バレト・デ・ソーザ、フランシスコ・ドラティオとセウソ・カストロによると、1889年に建国したブラジル共和国は、軍の不服従、反乱やクーデターに悩まされており、 カシアス公爵が中世で従順な軍人でも反となれるため、カシアス公爵の名声がエルバル公爵のそれを超えた。歴史家のトマス・ウィガムによると、彼の名前は、高潔な軍人、法律を全く破らない市民と同義になった。これがカシアスという、疑いやごまかしなく、規制を守る人々を指す語いが生まれた理由であるという、歴史序実における、 カシアス公爵は高く評価され、歴史家の一部は彼を、ブラジル史上最高の軍人と評価したほどであった。歴史家のネウソン・ベルネックソ・ドレにとって、カシアス公爵は、同時期の彼の大陸における最良の軍事指揮官だけでなく、意外な政治家でもあった。さらに、カシアス公爵は、ドン・ペドロ2世よりも、帝国的だった。フランシスコ・ドラティオとによると、カシアス公爵は、 パラグアイで、疑惑、傲慢、憤りを感じ、ミスもした。カイツマンで言うと、人間味のある人物だった。しかし、カシアスは、自身の限界を超えて、多大な自己犠牲をして、目標を達成する責任を自分に結びつけた。この文脈において、カシアスは英雄である。彼は、当時の社会と政治の偏見を有したが、過去に、現在の価値を守ることは求められないだろう。 という。ロデリック・ジェイ・ワルマンはカシアスが保守党で極めて強力なだけでなく、国の最も優れた、最も成功した軍人であり、政権に対する反乱を倒すことで、自身の能力と忠誠を証明したと述べた。C.H. ハーリングはカシアス公爵が素晴らしい士官で、ブラジルの最も有名な軍人であり、国王に忠実であった。 トマス・ウィガムにとって、カシアス公爵は、ブラジルによる、深刻化区間においても高い位置を占有することを運命、付けられている。彼は、軍人として振る舞ったほか、政治家として振る舞う必要がある場合も多く。どちらの役割も抜け目なく果たした。エリオビアナ、エウヘニオ・ビリエナ・デモライス、ペドロ・カウモン、オタビオ・タルキニオ・デ・ソウザ、アントニオ・ダ・ロシャ、アルメーダ、グスタボ・バロッソアカシアスを、 ブラジルで最も偉大な軍人と評価したカシアス公爵の文章。ありがとうございます。